今回虫除けセットを紹介します。こちらもメインのディート成分 30% の虫ペールアルファ30、それとダニ取りとポイズンリムーバーで、こちらがメインで使っている蚊取り線香とカーボンフェルト切ったやつです。もう適当に入れてます。ここ数年裏山に昼が増えてきたので、昼下がりのジョニー、休憩が長い時には小さい蚊取り線香スタンド、小さくカットしたカーボンフェルト、もうここに普通の蚊取り線香を火をつけておくだけです。30分程度の休憩なら十分、ちょっと休憩が長い時にはこちらの小さい蚊取り線香、100均とかで売ってるサイズ、ろうそくに火をつけて下部分は熱くなるので、その辺は要注意です。こちらのムスペールアルファ30は 100ml 中 DEET が 30g、 30% の強力虫除け。家の近所はもう虫がひどくて、これじゃないと全く効かないです。ヒルが多いことで有名な鈴鹿山脈で生まれたヒル除け剤、四日市のアウトドアショップモデラートでこれを教えてもらって、これを使ってます。昼下がりのジョニーで、こちらはダニ取り、噛んでるところに差し込んでくるくる回して外すやつ、大と小2つセット、意外と使いやすいです。これ家の近所もダニがめちゃくちゃ多い、そんなに噛まれることはないんですが、よくいるので持って行ってます。ポイズンリムーバー念のために持って行ってます。効果があるか不明ですが、やっぱりやっとくと安心感がある、そんなツールです。ちょっと汚れてますが、こっちだと小さく吸える、反対にすると大きく吸える、もうシンプルなツールです。普段使っている虫除けセットを紹介しました。カーボンフェルトを切っただけの蚊取り線香スタンドも普通に使えてます。